はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はこういう検証をしてみたいと思います。ひげおやじ動画106箇所の未来永劫に発すを尊号せよ。なんか尊ぶっていう字と仰ぐっていう字をなんかくっつけちゃってるんですけどね。はい、まあ尊敬して仰げっていうことなんですよね。せよとの、まあこういう説法をひげおやじがやってるんですけどね。その動画の間違いを正すと、いう検証をですね、やってみたいと思います。はい。で、このひげおやじの動画なんですけども、アップロードされたのが2021年の7月25日付になってますね。はい。で、題名が、日蓮大聖人5祖、106箇所、未来永劫に日光以来の発祖聖人を、日蓮と同じように尊号していきなさい、趣旨。動画の内容の検証をやってみたいということですね。はい。で、ひげおやじはですね、この動画の中で、106箇所の末文を引いて、歴代の大石寺の発祖、そして今の大石寺の発祖を、日蓮と同じように尊数せよと、日蓮が弟子に命じたと言って、って引用してるんですよ。日蓮がこんなこと言ったんだと。で、それが、日蓮の異文、御祖に載ってますよと、いうことを言ってるんですよ。はい。で、その引用している文が、この文なんですよね。はい。ただし、直樹結腸不足は一人なり、白蓮あたり日光をもって総監督となして、日蓮が将棋ことごとく持って、毛頭ほどもこれを残さず、ことごとく付属せしめ終わぬと。上主以下並びに、末帝等異論なく、人未来祭に至るまで、世が存日のごとく日光着々不法の商人をもって、総監図と仰ぐべきものなりっていう。この文を引用してるんですよね。はい。で、まあ、今回は、まあ、ひげおやじがこれを引用してるっていう検証なんですが、まあ、これはね、ひげおやじに限らず、法華行員が、まあ、盛んに引用しますよね。はい。特にね、90年代の頃、法華行員が、この文を盛んに引用してました。まあ、今でも引用してると思うんですけどね。で、まあ、要するに、大石寺の歴代発祖、今の発祖っていうのは、その、日蓮から付属をことごとく受けたんだと。で、それを日蓮が御所で言ってるんだと。言って、日光着々不法の商人をもって総監督と仰げと。ことをですね、まあ、こう、金貨玉状のようにここから出てるぞみたいな感じで、こう言ってくるわけですよね。で、これが、じゃあ、その御所全書のどこに載ってるかっていうとですね、まあ、載ってるんですよ。はい。平成新編御所全集は1702ページ。創価学会の9番の御所全集は869ページ。それから、新版創価学会版御所全集は2218ページ。それから、富士修学要集第1巻の20ページから21ページと。いうふうにこうやって載ってますんで、ちょっとそこのところをまず、確認のために検証してみたいと思いますね。はい。で、平成新編御所全集ですね。はい。これが、まあ、日蓮書籍が出して、平成新編御所全集ですね。はい。これは、1702ページですね。はい。ここのところ、106箇所、1702ページ。ちょっとこう、まあ、ラストのところになってますけどね。はい。ここのところに載ってます。はい。ちょうど、この真ん中辺ですね。はい。ただし、直樹結腸不足は一人なり、白蓮あたり肉を持って、奉還となし、日蓮が将棋ことごとく持って、もっとほどもこれを残さず、ことごとく付属せしめ終わんぬ。上州以下並びに、末帝等いろんな人未来祭に至るまでよが存日のごとく、日光が着々不法の商人を持って、奉還と仰ぐべきものなりというふうに、ここのところに載ってるわけですね。はい、これが、平成新編御所全集ですね。はい。
続いてこれ、創価学会版ご著念書が載ってるんですよ。はい。これは旧版の創価学会版ご著念書ですね。旧対立版のご著念書です。はい。それをまあ、前は創価学会がそれそのまま使ってたわけですが、これは869ページ。もうちょっと字が細かいんですが、この真ん中辺に載ってますね。はい。ここのところ載ってます。はい。これが旧版の創価学会版ご著念書です。はい、続きまして、新しく出ました。審判創価学会版ご著念書ですね。はい、これにも載ってるんですよ。はい、これは2218ページですね。これは、ここのところ、印つけました。最初から3両目のところから載ってますね。はい。ここに載ってます。はい。これが、審判創価学会版ご著念書。はい。続いて、富士中学要集第1巻ですね。はい。富士中学要集第1巻の20ページから21ページでございます。はい。ここのところですね。はい。ちょうど切れ目のところ。ただし、直々、血腸不足は1人になり、百年あたり日光を持って、相関図となして、日光が、日蓮が商人ことごとく持って、毛頭ともこれを残さず、ことごとく不足説明案の上水が並びに待って、といろんなく人未来祭に至るまでまが、存日のごとく、日光着々王の商人を持って、相関図を仰ぐべきものなりという、ページの切れ目のところにありますね。はい。はい、これは富士修学要集第1巻でございます。はい。で、まあ、法華経院、並びに、まあ、このひげ親父は、これを金華玉城のとく、まあ、出してきて、これで、日蓮宗師は正しいんだと、いうことを言うわけですね。はい。で、もう、歴代の法師が言ったこととかをですね、全部その、例えば階段の大本尊 のことを言うとですね、これは階段の大本尊が正しいんだとかですね、もう、この106箇所の文を根拠に、その論を組み立てる。まあ、要するに、唯一一人の結脈創造を受けてるんだからと。まあ、こういうことですよね。はい。で、それが果たして正しいかどうかっていうことなんですけども、もうね、この動画サイトでは、もう初期の頃から検証してきてるんですよね。はい。106箇所っていう文献は、これ最初から最後まで全文が日蓮の異文でも何でもない偽作であるという検証をやってきてます。で、じゃあ誰が偽作したんだっていうと、これは大石寺九世日中の偽書であると、いう検証をずっとやってきてますね。はい。動画89、動画117、動画315、動画369、動画676、動画794でございますね。で、もう新しい再生リストとして、106箇所、大石寺九世日中偽作の検証っていう新しい再生リストを作ってありますんで、そちらも、下の概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらからチェックしてみてください。この、この動画ですね、この89、117、315、369、676、794も、106箇所、大石寺九世日中偽作の検証という再生リストの中入ってます。はい。で、下の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければと思います。はい。それで、まあ、ひげおやじはですね、この動画を2021年7月25日にアップロードしてるんですけども、まあ、仏教神学研究会では、それはもうずいぶん前にですね、こちらの方が先に、106箇所は偽書であるとかですね、大石寺九世、日中の偽書であるという検証をずっとやってきてるんですよ。だから、ひげ親父は、106箇所が日蓮の異文であるということを証明してから、106箇所の説法をすべきであるのに、日蓮異文の証明というのを全くやってない。106箇所が日蓮の異文だってことは全然証明されてないわけですよね。はい。その106箇所が日蓮異文の証明を全くやっていないのに、頭からひげ親父は、106箇所が日蓮異文であると決めつけて説法してるんですよ。はい。ここがおかしいんですよね。先にこの106箇所が日蓮の異文だっていうことを
証明しなきゃいけないのに、何にもやってないんですよね。はい。ここが最大のおかしいところです。で、さらに、歴代保守のことをですね、まあ、信用味も、結婚にも、もうなんかもう、金科玉城に英語正しいんだって言うんですけども、その大石寺の歴代保守の一人である、大石寺59世堀日光は、富士修学要集の解説文の中で、これは日蓮が書いたもんじゃなくて、後の人が付け加えた文だと、御下文だと、いうことを言ってるんですよ。だから、これはね、完全に堀日光が日蓮の、文でないということを認めてるわけですよ。はい。で、それはどこに載ってるかっていうとですね、この富士修学要集第1巻。これのですね、末文、一番最後のところに載ってます。はい。ちょうどここのところですね。はい。これなんて書いてあるかっていうと、変者曰く、変者ってのは、堀日光のことですね。日清上人、日蓮上人と、後者本によってこれを写し、一項を加え、また、後者と見得る文の中に、義において死をなきところには一線を引き、義にあるところには二線を引いて、読者の注意を促す、弁とせりというふうに言う。後者と見得る文だというふうに載ってるわけですよね。で、その後者だという一線が、その該当するところにこうやって引いてあるわけですよ。ね。だから、これはもう日蓮の文じゃないっていうことをですね、堀日光は認めているのに、全然ひげおやじは 日蓮の五条の中にはこういう文があるんだと言って、もう最初からもう日蓮の言った文だというふうに決めつけやってるんですよね。はい。もうこれ完全にもうおかしな部分ですね。はい。はい。さらにですね、堀日光は、富士日光上人昇伝という、まあ、堀日光自身が執筆した本があるんですけどね。この中の31ページから32ページ、434ページから435ページの中で、106箇所が実質的に偽書であるということを認めてるんですよ。そこはちょっとお見せしたいと思うんですよね。はい。で、この堀日光書。富士日光上人昇伝とこれですね。はい。もうこれだいぶ古い本でございましたね。はい。もうこの本がもう崩れてきちゃってるんですよ。もう本棚から出したり入れたり出したり入れたりしてますんで、あんまりこれも出したり入れたりしたくないんですけども、まあちょっと今回は、この 大事な検証なんで、ちょっとこの本でいきたいと思います。まずは、31ページから32ページですね。はい、ここのとこです。ちょうどね、この青いマーカーがしてあるとこです。ここから、はい、ここまで。はい。まずね、この31ページから32ページにかけて、堀日光は何つってるかっていうと、こんなこと言ってますよ。中にも106箇所、御宗伝の付記、富士修学要集第1巻、宗伝新序部22ページ、というのは、要するにさっきお見せしたとこですね。はい。この富士修学要集第1巻に載っている106箇所の付記ですね。だから、この 線が引っ張ってあるところ。ここ言ってるんですよ。御下文だと言ってる。そこのところを、その堀日光が言ってるんですけども、ここにですね、しかるに鎌倉殿より10万貫の極真在りしを縁となして、諸書を去り、遁世の甲斐の国三昧は日光今師と家なりとあると。この付記は、宗伝書以後200年は下る前、その間にこれらの伝説がいずれかより発生せしものと見る。10万巻なるという途方もない厚遇ができようはずがない。一国一巻としても、日本66カ国の中の極小国の一つに当たるものである。名山大寺が次第に募りて、特殊の厚遇を受け、幾千の円環が密集しても、まず1万石は出てまい。家具のごとくに満室をたくましゅうするから、塩尻何度に免罰されて、秀祖の顔に泥を塗ることになると。
ているわけですよね。まあその106箇所の付記の中に何かいろんなもう事実に反することは載ってるから、まあこれがですね、日蓮の顔に泥を塗ってると言って、言ってるんですけれども、事実上これはもう法然日光はこの付記に書いてることが内容がデタラメだと言ってるわけですよ。はい。で、さらに434ページですね。はい。ここでは何と言ってるかというと、ちょうどこの434から435のこのページの切れ目のところ。はい。ここで、こんなことを言っています。三大非行僧に、本門会談の最重要最難の事項があるためか、後世の御老門下の多聞は偽書と称しており、106本人の両相伝書または偽書と言っておると。 ただし全然偽書というのに理由のないことでもない。それは本人妙想と106箇所ですね。ご相伝の原文が反対者を圧迫するに足らざるところを補おうた御仁の注釈がかえって他門より攻撃のもとへとなっておる。それは巧妙な論理よりむしろ平凡な史実がしかりでもある辺もあるというふうに言ってまして、このね、106箇所本人妙想の両相伝書をまた偽書と言っておるが、つまり日蓮宗とか他宗では偽書と言ってるんだけども、全然偽書を言うのに理由のないことでもないとか言って なんか、この反面肯定しちゃってるんですよね。だから、もう事実上、106箇所が偽書だということをもう、ほぼ、堀日光が認めてるということなんですよ。はい。でありますから、太積寺59世堀日光がほぼ偽書であると認めている、106箇所をなぜ髭親父は 日蓮の御書と言っているのかと これはオッケーコインも言ってますよね。もうこうやって金科玉城のように、この106箇所の文をこうやって引っ張り出してきて、これ日蓮大聖人の御書にあるんだって言ってるわけですけども、堀日光はもう事実上偽書だって言ってるんですよ。なんでじゃあこれ、堀日光が事実上偽書だと言ってる106箇所を髭親父は、日蓮の御書と言ってるのかと、何一つ越も解釈も何にもしてないわけですよね。何にもせずに、頭から106箇所は日蓮大聖人の御書だと言って、それでそこに書いてある文を引っ張り出してきて、金科玉城のように、ほら、ここに要するに書いてあるってことを言ってるわけですよね。で、これはおかしいんじゃないですかと。これは違うんじゃないですかと、先に、その106箇所が日蓮の遺文だということを証明するのは先にやんなくちゃいけないことじゃないですかと。いうことを私は申し上げたわけですよ。だから、この動画は、ちょっと内容が間違ってますよ、ということを指摘させていただいている次第でございまして、今回の動画はここで締めくくってみたいと思います。ご覧になられました皆様、どのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。